フジテレビから両選手そしてレフリーに花束の贈呈であります。モンスターはこの花束を今客席に投げ飛ばしましたね。まあ、こういったところがモンスターリッパーのいかにもモンスターリッパーらしいところであります。童顔いかにも可愛らしい顔をしております。しかしなかなか久々な度胸をしております。さあ相澤健一リングアナウンサー選手の紹介であります。選手権順位60分に1本勝負を行います。赤コーナー 3WA 世界シングルチャンピオン1980年代ジャッキーにとって最初の大試合であります。ノースアメリカンチャンピオン240カットモンスターリッパー。ノースアメリカンチャンピオン宮尾さんも今日は入れ込んでいると言ってましたが、確かにいつものモンスターリッパーのまた迫力の倍ぐらいはあります。さあモンスターリッパーリング上に登場いたしますともいつもこういった感じであります。完全にエキサイトしております。今日のレフリーはチーフレフリーのジミー加山であります。さあ今試合前両選手に対するチーフレフリージミー加山からの注意が与えられております。もし引き上げた場合は協会に預けてまいりまして 3WA の世界シングル選手権試合であります。世界シングル正面に輝いております。さあ試合が始まった。いかに先制攻撃がジャッキーにあります。これは素晴らしい先制攻撃でした。なるほど迫力がありました。佐藤さん、はい、今日は最初からあのエンジンがかかってますね。ジャッキーはそうですね、あの先手必勝の気構えですね。やはりあのモンスターの大きかったらですね、侮れませんからね、しかしモンスターのグランのように反撃に移りました。迫力のある両選手、早くも場内は興奮の曲に達しております。さあお互いにまずリードを取ろうという、どうでしょうか、力比べになりました。力比べではどうか、あっとジャッキー技を使いました。力だけではちょっと勝ち目がありません。ジャッキーであります。ご覧ください、押し倒されました。ジャッキーもびっくりした表情であります。もうこの2人はあれですね、はい、この現代のですね女子プロレス世界の中でやっぱりナンバーワンとナンバーツーですね。そうでしょうね、文字通りもライバルと言ってふさわしい相手だと思います。はい、何かあのモンスターリッパーちょっと体が引き締まったんじゃないかというね、声もありますけども、そうですね、さんどうですかね。そうですね、やっぱりこの試合にかけて引き締めてきたんじゃないですか。あ、そうですか、はい、久々に見るモンスターリッパーの印象、宮尾さんはいかがですか。前と確かに一回り小さくなったですね、それでかなりのところあのスタミナもかなり今日は続くんじゃないですか。その一本勝負というからこれは油断ができませんね。楽しみとなりますからね。はい、はい、でもジャッキーも今日は軽いですね。そうですね、ただ力で力っていうのではいけないですね。ジャッキーも、まあ、あの長引けばですね、どうしても分かって体力のあるモンスターリッパーということになりましょうしね。ジャッキーは早めに今日はなんとか勝負をつけたいんでしょう。相馬先生、はい、去年のあの電源コロシアム、はい、ジャッキーとこのモンスターリッパーのね、文字通りの決戦思い出しますですね。もう彷彿といたします。はい、流血の大変なことでございましたね。ねもう忘れられませんです。先生はジャッキーがですね、あの救急車で病院に運ばれるまでジャッキーの控え室でね、本当に心配そうに守ってくれたんですけども、あ、早くもジャッキーのお腹にやっと癒しがしっかりと入りました。ボディーシャーズに行っております。いや、すごい獲物を捉えた何かの錦織という感じ、がっちりとかかりました。これはジャッキー苦しい、あ、しっかり入ってますね。ジャッキーの体は決してあのあれですよ、太くありませんからね、何か細い感じですから、うん、あの太いねももで締め付けられますとね、どうでしょうか。
なんとか残らたいというジャッキーであります。ボディーサーブ後ろからがっちりとかかりました。これはジャッキー苦しい。なんとかロープを掴んでいる。やはりもう体の厚さ太さっていう点では、はい、ジャッキーの倍はあるな。モンスターリッパーはそうね、ねえ、去年来た時は何かあの肌の色がね白いという感じがしたモンスターリッパーなんですが、ちょっと黒とか褐色になってますでしょ、ね、えこの辺もトレーニングの後十分という感じであります。佐藤さん、はい、何かああいったあの細かい技をですね、あのどん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 使うし出るようになりましたね。そうですね、あの手を休めないでね次々と攻撃してくるっていうところは、はい、あの練習十分って感じですね。去年日本に来た時は大きいだけというか、何か迫力だけみたいなところもありましたけども、ね、やはり大味でしたからね、はい、それがやはりあの大日前にトレーニング積んできたっていうあの情報がありましたしね。そうでしょうね、その言葉通りみたいですね今のところは、しかもあの面魂というんですか、まあ、女性に面魂というのは適当じゃないかわかりませんが、何か一つですね、はい、あの大人っぽくなったというかね、今はあの動画よりも、格闘競技者らしいいい顔になってますでしょ。そうですね、だんだんそのどう言いますか、やっぱりこの間負けて帰ってますからね、はいはい、その時の恨みってのはやはりあるわけですよね。したたかさみたいなのが ね、 そうですね、身についてますよね。そうですね、それから今日はあの競技ルールの説明の中で佐藤さん、上田晋司コミッショナーからですね、はい、採点はないと、はい、そういう説明がありましたね。これ、引き分けた場合ですね、はい、コミッショナー預かりにするというような厳しいもんでね、はい、お互いが手を抜くとかですね、まあ、両者リングアウトというような最悪のケースにですね、はい、奪われる内容をためのですね、ちょっと一緒かもしれないんですが ね、 ね、随分とこのタイトルマッチには問題がありましたからね、ですから、まあ、今度、どちらもチャンピオンではなくですね、はい、初めて改めてやり直すみたいな試合ですね、そうです、はい、この試合はもちろん60分日本勝負であります。さあ後ろから攻めているジャッキーどうでしょうか。今度は足を持った、この辺がうまいジャッキーの攻撃だ。十分に作戦を練っている感じであります。ジャッキーももう十分に作戦を練っているでしょう。しかし何といってもこの個体であります。頭の中で描いた作戦がそのままリングの上で通用いたしません。この辺が、はい、モンスターリッパー戦難しいところであります。ここまで宮尾さん、はい、どういうふうにご覧になってますかこの試合。いやいい試合やってますね、ただジャッキーはですね、先ほども言ってましたちょっと風邪気味だということなんですね。その辺が後半にどう響くかですね、まあ、根性で、まあ、盛り返すと思いますよね、だからそういうんでしたらなるべく短期決戦でいってほしいなと思いますね。そうですか。いやジャッキー今ね強化されるような感じで場外に落ちました。モンスターリッパーとジャッキーの対戦であります。先ほども佐藤さんが言ってましたが、まあ、おそらく今女子プロレス世界 の、 あのマット界を見回しましてもジャッキーの相手としてこのモンスターリッパーほど強敵強い相手はいないのではないでしょうか。そうですね、やっぱこう実績もありますしね、はい、あの今回のタイトルマッチ防衛がないというのは非常にジャッキーにあの心理的負担になってるんですよね。残念ながらトミーは足の故障でジャッキーに勝負ができませんでした。しかしジャッキーにとっては大変な強敵が前に立ち下がったわけであります。ご存知モンスターリッパーが日本にやってまいりました。ご覧ください、モンスターリッパー迫力あふれる攻撃であります。ああ、何かあの子供をつまみ上げるような感じであります。ご覧ください、いやすごいなモンスターリッパーは。子供扱いというそんな印象であります。今度は膝を使いました。強烈な膝蹴り一発、まあ、中向けを引き掴んだ。技の一つ一つ貫禄が出てまいりました。ファンももう何かあの静止できないという感じであります。泣いて泣きながらジャッキーに声援を送っています。さあ TWA の世界シングル選手権であります。大トロフィーが正面に座っている。100キロの巨体モンドリウンテ場外へ、
ております。マミクマノが何かあのモンスターリッパーに注意を与えました。ぐる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 回っております。まるで猛牛を回せるモンスターリッパー。ああ、スタミナがありますね。すごいですか。大きなお腹にパンチ攻撃、抱え上げるか。すごい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 。すごい体重があるだけにこれは辛いでしょう。モンスターリッパー。もう一回行った。今度はと行った。素晴らしい。いやー、カウントが入った。すごいすごいすごい。佐藤さん、モンスターリッパーにブレンバスターをかけられるのはですね、ジャッキーですね。ジャッキーしてないんじゃないですか。ジャッキーしてるでしょうね。ジャッキーの技の優れたところであります。素晴らしいところであります。今試合時間15分経過が場内に流されております。この試合は60分一本勝負です。まあ、15分ということは佐藤さん序盤戦なんですけどね、はい、まあ、2人とも15分で肩のつくような試合じゃないですからね、はいはい、お互いに。しかし長くなればなるほどやはりジャッキー不利なんじゃないんですか。必ずしもそうとも言えないんですけどね、だから不用意な攻撃を受けないことですね、はい、モンスターの攻撃です。ジャッキーがちょっとコーナーに押されています。ジャッキーの下には今柳レフリーが行っております。それからミンも行っております。ナンシー君も、そして横田リミの顔も見えております。さあ、抱え上げました。抱え上げました。ああ、チョーク攻撃。レフリーの裏側でチョーク攻撃。これはジミー加山見えません。うまいですね。ちょうどジミーの後ろに回っております。チョーク攻撃。これはチョーク、チョーク。ベンチが盛んにジミーに訴えております。チョーク攻撃。ああ、前に回り込みますと読みます。さあ、髪の毛を掴んだ。どうするか。今度はパンチ一発。ジャッキー早くもうっすらと汗をかいています。髪の毛が汗を出ております。あーっと、体勢を一度鮮やかな攻撃。上げた。落としました、落としました。素晴らしいジャッキーの攻撃。トップロープに上がって、さあっと、これは空振りでした。さあっと、体をかわしました。モンスタージャッキー参った。ジャッキー参った。ちょっと痛いですね、今のは。ねえ、意外にあの代わりが早いというか、相手を見ております。モンスター、これは大変だ。いや、あの体勢では危ないですね。あーっと、また行った。ヒップドロップであります。ロープを使ったヒップドロップは、さあ、今度は鍛え上げてボディーを使ったまま行った。ヒップドロップを見せました。今度は胸の当たりであります。まともに行ったら肋骨が折れますよ。そうですね、はい。あー、思わず胸を押さえてくるしかない。ジャッキーです。さあ、あいつが体重を利用した迫力ある攻撃が続くと、ジャッキー危なくなる。両足を掴んだ。どうするか。あーっと、危ない。ロープを使った、ロープを使った。ロープに宙吊りという感じ。上腕に押された。ロープの敵に前に出ます。ブラックペアの2人。あーっと、やっている。あー、ひどいですね。いやー、ジャッキーがですね、イクリシカとマミですか。はい、あー、ジャッキー危ない。ジャッキー危ない。接近。モンスターが状況を変えて高層席を襲う。当然たる場外乱闘。当然たる場外乱闘。いつもこの場外乱闘が。ジャッキーは場外乱闘は十分警戒しなくてはいけません。いやー、やはり予想通り場外乱闘になった。モンスターがもう目をつり上げております。さあ、ジャッキーはどうしたか。エイキンが危ない。ジャッキー上がれ。
ジャッキーはね、ブラック軍団に足を掴まれて上がれなかったんですよ。ひどいよ、大気じゃないんだな。いやー、選手権ダッチを。なぜ？騒然としている、騒然としている。今のはロングを引けちゃったんだ。そうでしょ。ジャッキー上がれませんでした。ジャッキー上がれませんでした。佐藤さん、はい、今の判定どういう風に見ますか。今のはなんかちょっとおかしいですね。宮尾さん、今どういう風に見てましたか。これはですね、ブラック軍団でですね、ジャッキーを上がれないように、ロープで作ってましたね、下までね。そしたらジャッキーが上がろうとしても上がれなかったですね。そしたら、レフリーがリングアウトを巻いたんですよね。まあ、やっぱり不安としてはね、引き行きたいですよね、やっぱね。相馬先生、ジャッキーが必死の抗議ですけども、分かりますね。そうですか。どうしてこんなになるんでしょうか。いやジャッキー、これはね、ちょっと納得できません。まあ、一応出した判定は覆りませんけどね、しかし今日はね、選手権試合ですからね、選手権試合です。モンスターもやってたんじゃないかな。あー、ロープを持ってますね。後味が悪い、後味の悪い選手権ダッシュ。ジャッキーが起こった、ジャッキーが起こった。選手が中に入って止めております。しかしジャッキーの気持ちは分かります。これはね、ちょっと納得いきません。ジミー加山チーフレフリー、どうして今のカウントアウトを認めたんでしょうか。モンスター、モンスターはガッツポーズ、両手を上げて私がチャンピオンだと言っております。これからもう早くもですね、表彰式の準備がリング上整っているようです。判定は佐藤さん、覆りませんね。そうですね、一応出した判定は覆りませんからね、はい、そうですね、考えられる手段としてはですね、敗退はないということなんですけども、まあコミッショナー提訴でしょうね。そうしますと、ついに 3W の関係するかに終わりになりますか。こういうことになりますね。コミッショナーが当然たる場内、リング上で、いやモンスターに認定証を渡しました。渡したらもうどうしようもありません。そしてチャンピオンベルト、チャンピオンベルトをモンスターのお腹に巻きつけております。いや、このために日本に来たモンスターリッパーとしてはもう今日のこの一戦はね、会心でしょう。しかしファンとしては、ジャッキーとしてはこれは納得できません。フジテレビからご覧のように今選手がですね、3人がかりで抱え上げておりますけども、大トロフィーが今モンスターリッパーに渡されました。モンスターにはいかにもふさわしい大トロフィーであります。選手3人で買い上げた大トロフィーをモンスターは1人で持っております。恐るべきチャンピオン誕生。しかしこれはなんとか再戦を佐藤さん考えてもらいたいですね。